回回したとかね、何回問題見て何回正解やったとかっていうのはあまり意味がなくて、忘れたものを覚えようとする、その本能があるか、あればあるから人間も人間に出る、まあ、トイック批判ねする人も多いと思うんですけど、うん、要するに自分が主人公だ、なるほど、自分が面白ければそれでいい。ハローでは始まりました、もちえちチャンネルです。今回はですね、再びですね、イングリッシュモンスターこと菊池先生においでいただきました。すごいのですか、イングリッシュモンスターではございません、インチキモンスター、インチキモンスターって今言ってますからね、はい、91回の満点のスコアシートの束がありますからね、すごいですね本当にね、はい、そんな菊池先生に、はい、一般のですね、まあタイムは厳しいと思いますけど、タイムを隅から隅まで読む菊池先生にですね、一般の人たちにトイックの勉強を進めるとしたら一体どういうことを進めるかっていうのをちょっと教えたりもしてるっていうのは聞いたんですけど、はい、うん、ボランティアみたいな感じで、ね、はいはい、教えるっていうのもやっぱり楽しいじゃないですか、はい、そうですね、例えば機や条件を示す福祉説のにおいては、はいはい、未来形を使ってはならず現在形を使わなければならないみたいな、はい、何回繰り返しても確認しても、はい、確認しすぎっていうことはないぐらい重要な知識なんですけど、うん、相手によっては時や条件を示す福祉説って言った瞬間に目が死んじゃう。そうですね、もう何だろうってなっちゃうんですね。福祉とは何か、説とは何かっていう、うん、でその時間とか見ながら、相手の反応を見ながら、まあその場で分かる範囲で説明していくみたいなのは、やってないと、はいはい、衰えちゃうので、であと単純に楽しいっていうのもあるし、うん、ということで、今でも、少人数ではありますが、ボランティアでやってます。で、その関係もそうだし、昔やってた時もそうですけど、問題やって、解いて、で解説読んで、あ、なるほどこれが正解かって言って、うん、それでおしまいっていうね、あまりにももったいない。なるほど、うん、でそれを例えば700点から800点上げるのに本当に意味のある議論かどうか分かんないけど100時間いるとか200時間いるとかっていう、はいはい、議論は結構あるんですが、じゃあ何をすればいいのかっていう。そうです、本当そうですね、うん、でも時間じゃないですか、うん、自分の中で、知らなかった単語が覚えていってるとか、ね、うんうん、聞き取れなかったものが聞き取れるようになっていくとかっていう、うん、それがもう楽しくてそういう伸びてる実感があれば一番いいんですけど、まあ、どっちか楽しいか、うん、英語力が伸びてるかっていう、うん、それを、どっちか一つのはあればそれを追求していけばいいので、うん、知らない単語を覚えるっていうのもね、誤解が多いんですけど、あの TOEIC に出るようなのですごい難しい言葉を覚えなくてもいいとか、メールのやり取りができなければ仕事はできないので、うん、でそのためには TOEIC に出るぐらいの言葉で出るような言葉、あるいは公式問題集とかね、うん、市販の言葉の問題集に出てくる中で、知らない言葉があるようだと非常に苦労します、うん、なるほど、そうですね、だから、ね、TOEIC の勉強してる中で知らない単語があったら、それが問題でキーワードになってるかどうか関係なく知らない単語があったらば、知らね、覚えなきゃっていう感じで、覚えていってください。でこれはもうずっと20年ぐらい言ってるんですけど、実際に公式問題集一冊一冊でも何でも、うん、かなり厳しい状態から始めて、平均点ぐらいから始めて勉強していった人でも、最終的に一冊完全にこの中に知らない単語はないです、うんうん、から英語から日本語もできるし、日本語から英語もできますっていうふうにぐらいまでなった人は多分 まだ会ったことはないです。 もちろんいるはずですけどね。だからそれを目指して、何回回したとかね、何回問題見て何回正解やったとかっていうのはあまり意味がなくて、いますね、何周したとかってよく言う人いますね、何回回したとかよく意味が分かんないんですけど、はい、くる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 って知らない単語を潰す、はいはい、熟語も潰す、それから、もうさっき言ったように文法用語解説で分かんないところがあったら、はい、ここには関係代名詞の目的格が省略されてますとかっていうのが、うん、あって、その日本語が分かんなかったらそれをなんとかネットで質問を上げてもいいし、誰か近くに知ってる人がいたらいるもいいし、そこを粘り強く頑張って解決し、全ては解決できないけど、でも難しいからいいやって掘ったり投げちゃうとあまりにももったいないんで、うん、できるだけ追求していってください。それがあれです、一冊、うん、ね、一冊を完璧にする、うん、本当の意味での完璧にするってことですね、はい、うん、じゃあおすすめはやっぱり公式問題集ですか。そうすると、こだわりはないです、ね、なるほど、うん、どんな参考書でもいいけれども、うん、完璧にすると、わからないものがなくなるように、うん、それぐらいまでやるってことですね、うん、
か、まあ、トイック批判ねする人も多いと思うんですけど、うん、どうですか、なんかトイックなんかやってもしょうがないとか、トイックがつまんないとかっていう意見もあったりしますけど、うんうん、一番悲しいのはなんかね、結構上から目線で、はい、こんなつまんまんないものとかね、こんな、無味乾燥な誰にもできるようなビジネスだけのことをやって、英語の実力がつくわけないじゃんとか、そもそも楽しくないじゃんとか、はいはいはい、楽しいか楽しくないか、面白いか面白くないか、自分が知らない単語を覚えていってるかどうか、聞けなかったものが聞けるようになってるかどうかっていうのは、それぞれ500点目指す人も400点目指す人も900点目指す人もそれぞれ自分が決めればいいことであって、誰か他の人が言うべきことではない。だからもう一個自分が生徒だったら嫌だなっていうのは、教育の点数だけ取ればいいんで、英語勉強が足りませんとかね、単語を嫌がらずに、面倒くさがらずに覚えてくださいっていうのは言うけど、あなたやる気ないんでしょとか、本気で勉強する気はないんでしょ、うんうん、っていう言葉だけは絶対吐きたくない。おー、なるほど。ある人が成人されてから高校大学であまり英語勉強しなかったけど、今になってやってればよかったと、うんうん、だから今度のラグビーの大会がね、はい、イギリスやスコットランドやオーストラリアでどう報じられてるか、日本のスポーツ新聞じゃなくて実際にネットで、英語で言われてるのを読んでみたいとか、はい、そう思ってる人で、まずはとりあえずトーイックから始めてみようかって思ってる人のが、うん、どれぐらい英語勉強したいと思ってるか、どれぐらい本気かっていうのはその人しか分かんないんで、なるほど、うん、でだから私はそのタイムとか、うん、ジャパンタイムズで今やってますけど、うん、そこで知らない単語を覚えるのも森田先生の問題集でもいいし、公式の、ね、公式問題集でもいいし、そこで知らない単語を覚えるのも同じことなので、あ、うん、要するに自分が主人公だと。なるほど。自分が面白ければそれでいいので、それ以外の必要、他の人に認めてもらう必要はないと思って、うんうんうん、まあなんか学問もそうですしね、なんか変な感じですね、学問を擁護する人がそうやって言うんですもんね、うん、なんか学問だってね、自分のまあ認知言語枠ですけど、うん、周りの人からすれば、はあ何みたいな、何の役に立つのみたいなやつも、ね、本人がね面白ければそれで、うん、いいわけですけど、はいはい、トイックもね、同じトイックマニアとかトイッカーとかっていろいろ言われる人たちもいますけど、うん、まあ本人がね楽しければそれでいいとは思うんですよね、うん、なんか今ダイエットとかもやってるんでしたっけ。私60歳なんですけど、はいはい、58歳の誕生日をすぐ終わってすぐ健康診断を受けて、はいはい、ウエストが91っていう、はいはい、非常に衝撃的な、ちなみに学生時代は76でした。ご承知の通り基本的には貧弱で、肩も細い手足も細いで、うん、上腹だけで91っていう、ね、非常にやばい事態になりました。中コレステロールとか、ABCD で D に判定が出ましてね、でやばいっていうんで何かしようっていうことで、やったのは自分の英語と同じです。好きなことだけやると。へ、ダイエット本とかね、健康本とか一切見ない。嘘だって思ってるわけじゃないんですけど、ただ自分のやりたいことしかやらないっていう非常に困った性格本能を解放できるかどうかっていうことで、英語も同じで、はいはい、例えば禁止するっていう、はいはい、B で始まる言葉、F で始まる言葉、Forbit、それから P で始まる言葉、Prohibit、すごいテストされてるそれどれか一つ、ね、芝居でもいいから忘れてほしかったんですけど、B と F が出てくると P なんだったっけかなって言って頭の中かきむしるっていう瞬間が、それはみんな楽しいんで、楽しく、それを楽しいと思えない人はどんな、日本語でも喋れるようにならないんで、言葉は忘れたものを覚えようとする、その本能があるか、あればあるから人間は人間に入れるんでね、それを英語に向かって解放できるかどうかっていう、知らない単語を覚えようとする、知らない単語にあったら、わあ知らねえ、覚えようって思えるかどうかっていう同じです。ヒーハーヒーハーって言ってね、吐きそうになるぐらいの運動は別にして、はあはあっていう運動は100人が100人好きになるはず。へえ、なるほど。私は好きになりました。58までやったことなかったんですよ。で、それを自重的にやるんだけど、はい、今はもうほぼタイム読むのと同じで、やらないとちょっと気持ち悪いぐらいな、そうなのね。今はどうしてるんですか。爆買いっていうので、はいはい、ラオックスっていう会社、はいはいはい、僕をはじめとする、はい、外国のお客様を対象としては小売店、結構難しい、TOEIC や TOEFL や IELTS には多分出てこない難しさ、
ご飯をふっくら炊き上げるとか、ね、医薬部外品とかね、はい、そういうのを英語にしたりってことですね、はいはい、うん、そうですね、それがもう本当に楽しいっていう、お、近い言葉で言えばフラッフィーって、ああ、ふわふわな感じですね、フラッフィーで、うん、ただネイティブスピーカーに聞くと、うん、そんな言い方はしないと、まあそうですね、ライスがフラッフィーってなんかなんとなくニュアンスは伝わるけど、変だっていう、だからもう、うん、でもそういう細かい文化的なことも入ってくるんで難しいですね、変なのはしょうがないんだなっていう、最近ちょっと開き直ってるところ、セルフ化粧品とかね、セルフ化粧品ってご存知ですか？知らないです、何ですかセルフ化粧品って。6000万の日本の女性は誰でも知ってる。そうなんですよ、セルフ自分化粧品というのは自分で選べる、だからあんまり高くなくて安全、あの効果もそんな高くないけど、でも絶対安全だから自分で選べるっていう、ドラッグストアの中で、はい、まあ大体1000円とかそれくらい。え、安い化粧品のことなんですか？安いってちょっといや全然わかんないです、セルフ化粧品、まあ、安全な化粧品、特に強い、成分が入ってないような、そういうのを言うんですね、はい、全然知らないです、そんなに。ちょっとまあお高めで、はい、5000円とか1万円とかするやつで、かなり強い効果が入って、で、自分一人で買って買うと危ないので、はい、ちょっと専門 のカウンセラーに聞いて、これは自分の肌に合ってますかみたいなのを、なんかカウンセリング化粧品とかっていうらしい。ああ、それは聞いたことありますね。カウンセリング化粧品ってそういう意味なんですね。そうらしいです。どういう意味なんだろうってことは。日本の女性はセルフ化粧品とカウンセリング化粧品でほぼ全員わかるらしいんですよ。ただそれが例えばセラフコスメディクスとかって言ったって、まあ、意味わかんないですね、絶対誰もわかんないんで、どういう意味なんだってなっちゃいますよね、うん、だからそういうのを長く説明すればできます、はいはい、今喋ったみたいに、うん、だけどそれを一言二言で説明する、難しいですね、ほぼ不可能なんですけど、それをやってるのが、工夫するのが非常に楽しいです。フォーラフォーセーフコスメレックスというのも変ですね、うん、いやなかなか面白い、うん、そんな感じでやってってるんですね、うん、現在は、うん、はいはい、これからも受け続けてはいく感じですか？視力の問題が実は結構、ね、ああはいはい言ってましたね、ただ、まあなんとか100回は行きたいなとは思ってますけど。なるほど、満点100回を目指して、うん、ぜひぜひ挑戦していると、トイック会を、ね、うん、また盛り上げていただければいいかなと思います、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、今回はですね、岸先生にお越しいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.